社長が大変だ。失踪中に銀河が脱退して、それでも出てこないで叩かれて、これからどうなるかと思ってたら、やめた銀河への痛烈なアンサーソングを突如と更新、その動画で復帰の道実伝える、すんのかと思ったら、なんとインドネシアの世界的なダンスフェスのラインナップに伊勢社長の流れはない。 YouTube のコミュニーなんでも届くる、それ見た視聴者歓喜の嵐、モデルプレイスでも取材受けて、日本中をひっくり返すとこ、バズって1ヶ月で100万人、流行語大賞や CM デビューも再生数とてつもなかったが、現在再生数も数万とか儲かる、登録者もなんと減少中で、ネット上はこともいい、ワコンやれてるじゃないですか。正直どう思ってます？メンバーもワコン思ってるらしいが、伸びる可能性だってあるとは言ってた。リーダーの生さんもここに来て、今になって YouTuber さんの凄さを分かる。とはいえコメ欄はそんなことないと、根強いファンに支えられてるもんよ。石丸市長市長さんで議員とバトルしまくるから、 YouTube でバズり倒してる人、居眠りしていた議員さんに、居眠りをする一般質問しない、ラジオして、ラジオ会議に来ない議員さんに、いいから黙って来てください、仕事です。機械の配信を切り抜けばめちゃ伸びかな、私石丸伸二は次の東京都知事選に出ます。東京の一極集中にメス入れて、東京を変えて日本を変えたいと思います。危機感と覚悟を持って日本変える、石丸伸二の人生くらいならかけてみましょう。めちゃくちゃネットが盛り上がる、とにかく面白くなってきたと、応援する声も目立つけど、社長が大変だ、顔面水槽のショート出したら、約1週間で3000万再生いて、2週間で1億再生の快挙、あまりの凄さに皆驚愕、嬉しいと思って先不吉なことが、アジメンの家に何やら届く、見知らぬ人からのコイン、市の情報全部入ってて、あまりの恐怖に世間も震える、一部は祝福しだす人も、とにかく始めエンタワークシート。